三代目、中村歌六から1919 19年5月17日は、明治時代の歌舞伎役者。拝名は指導、矢号は針間屋、縄文は揚げ町、かえもは鶴か拓へ、本名は波の時蔵。初代、中村歌六の三男として、大阪島のうちに生まれる。中村米吉の名で、安政三年大阪格の芝居で、初舞台。明治元年。 中村梅氏と改名。翌年9月に中村時蔵と改名する。明治8年、兄と共に上京。以後東京の舞台で9代目、市川段十郎と共演した。後中芝居に活動の場所を移し、明治41年4月、東京明治座で欧州足立ヶ原、袖萩左衛門の手あたりと、袖萩で3代目、中村歌六を襲名する。晩年は、この初代、 中村吉右衛門の脇を務め行進の指導に当たった。髪型仕込みのこってりした味わいを持ち、立ち役、お山、ふけ役など広い役をこなしまる本物には、かなりの力量を持っていた。ただ、江戸時代の古風な芸風のため時代に合わず、大成しなかった。袖萩のほか意外津道中すごろく、沼津の閉作、夏祭りな庭館の産婦 吉爪腰越上のこと、兵衛、いろはがな四十七君、野矢作の鎌原の矢作、彦山音源受け女博士、毛矢村の六助、などが当たり役。高橋誠一郎は、奇形的、徳川文化の生み出した、日本特有の歌舞伎演技を見出したという感に打たれた、と評している。七代目、松本幸四郎は、若い頃に、演じたことのない、 沼津の十兵衛を任されて途方に暮れていたとき、閉作役の歌録が、観客に気づかれずに、的確な助言を小声で与えてことなきを得、終わったら、楽屋で何食わぬ顔で念仏を唱えていたと、証言している。兄が二代目、中村歌六、妻が、芝居茶やよろずや吉右衛門の娘、小川亀、子には二代目、中村時蔵、初代中村吉右衛門、三代目、中村時蔵。 17代目、中村勘三郎がいる。現在の針屋系の芸はここから生まれている。ありがとうございます。